やる。どうだ。うっしゃー、俺こんな大きな船に乗るの初めてだよ。よーし、今日は我らが海の神羽クジラ様のご機嫌も上々だ。出航準備はできてんだろうね。もう少しであります、サンゴ船長。急ぎな、グズグズしてると海より先にあたいの機嫌が荒れるよ。アイマン。チング、フラツケバの船員に話しかけりゃこの船に乗れるはずだぜ。よし、オールドマイン大陸に向けてガンドコ行こう。報告。散々探し回ったけど隊長は見つかりませんでした。でした。隊長ならかなり北方の町で私が発見して連れ戻した。今はこの先の村でお休みのところだ。はあ、もうあの人は毎回一人で勝手に動いて。お前が言うな。よーし、今回は一人も客を海に落とせなかったな。上出来だぞ、野郎ども。何が上出来だ、うん、ああ冗談じゃねえ、ひでえ船旅だった。船長さん、テートエストレーガってどっちの方角？ああ、テートならここから南東だ。他じゃタチの悪いレスピル病が流行ってるらしいぜ。せいぜい気ぃつけな。さ、降りるよ、コアク。なんだよベリル、危ないだろ。海にでも落ちた方がのぼせたシングの頭は冷めるんじゃないの。たっか、仲がいいんだか悪いんだか、くだらねえじゃり合いしてねえで南東のエストレーガに向かおうぜ。中央大陸オールドマインはその名の通り、帝都エストレーガの存在する世界の中心地だ。気をつけろよ、田舎者面さらしてっとあっという間に騙されて鼻毛までむしられるぞ。うん、分かったよ。でも田舎者面ってどんな顔なの？うん、知ってるか、シング。帝都エストレーガにはな、世界中のご馳走を集めたワールド食いしん坊ランドがあるって話だぜ。ワールド食いしん坊ランド？
テートにはそんな楽しそうなランドがあるのか。それだ、今のてめえの顔が田舎者面ってやつだよ。ジョージャ、それ何食ってんだ。味噌をつけたキュウリ。キュウリにお味噌？へえ、意外に琥珀渋い好みだね。琥珀は味噌が好きでな、前味噌を持ち歩いて何にでもつけて食べちまうんだ。琥珀、好きなものくらい自由に食べさせてやりたいが、口の周りが味噌だらけだぞ。うん、ああ、琥珀の味覚って渋いっていうよりちょっと変？ちょっとじゃねえよ、思いっきりおかしいだろ。肖像画を描いてあげるから動かないでね。うん。改めて見ると琥珀ってほんと可愛いな。だけど完璧すぎるのも芸術的じゃないよ。琥珀、あ、ちょっと小指を鼻の穴に突っ込んで歯をむきーってしてみて。うん。何してんだよこのひねくれガキ。琥珀で遊ぶんじゃねえ。せっかく琥珀の新しい魅力を引き出そうとしてたのに。嘘つけよてめえ、明らかに目が笑ってたろ。やっぱり琥珀で遊んでたんじゃねえか、この野郎。大きい。Is this gonna be the Hot Springs episode already? I see it over there. Wow, that's pretty obvious. Thank you.
たといきやがるってんだ。Oh my god, Shing, please. Kaji じゃない。なんだこれ。お湯がこんなに溜めてある。これはたまげた。あんたたち一体どこから来なさった。まさか温泉も知らん者知らずがおるとは。いやいや、それはこいつだけです。え、だってシーブル村にはこんなのないし。コハクとガラドは知ってた。ま、俺は旅が長いからな。温泉、地下から湧き出すお湯、病気や怪我に効くのもある。ガーン、知らないのは俺だけ。温泉玉も人肌のお湯で育つ作物、身はとろっと半熟で栄養満点。おお、お嬢ちゃん詳しいね。この村に久しぶりにお客さんが戻ってくれて嬉しいよ。ゆっくりしていってくだされ。塾の温泉卵か、美味しそうだね。パー、逃げろ。もうあんたたち、またお風呂を覗いたわね。ごめんなさいお客さん、あの子たち外で遊べるようになったのが嬉しくって、つい。へん、ぺったんこのサーシャ姉ちゃんなんか覗いても面白くないよーで。なんですって？わわわわわわ。あう、見事に半熟の温泉卵もまみれてベタベタだ。ああ、ちょうどいいよ琥珀、温泉入っていこうか。こんな可憐な乙女が二人、卵まみれのベタベタでいいわけないもんね。温泉はお風呂。なんで？なんでって当たり前だろ。人前で肌見せようとするなんてな。まさかジョーちゃんはいつもああだったのかい？なわけねえだろ、デスピル病のせいだよ。琥珀、知識はあっても感情が全然足りないんだ。落ち込んでる場合か。そんな暇あったら琥珀のためにできることを一つでもたくさん考えろ。さあ、ジョーちゃんたちが温泉使ってる間にテイトの話でも聞けねえか、あたりを回ってみようぜ。Whoa, it's hot dog. Wow.
よくぞ見破った。俺様は筋肉もとい不思議料理人ワンダーシェフ。食の幸せを伝えるため今日はこのレシピをプレゼントだ。たくさん食べて筋肉もりもりで幸せになるがいい。ではまた会おう。さらばだ。Whoa. Look at that bird face. Oh, these cats are hanging out. Oh, these cats are in the way. Darn it. I'll wait till we get the other barrel before we buy more stuff. Wow, that's it. Can't even dress up.
Maybe later. よう、村長さん。帝都のあたりでデスピル病が流行ってるって聞いたんだが。デスピル病ですと？滅多なことは言わんでくだされ。もし一人でも聞かれたら、この村は…聞きたいのはこの村のことじゃなくて、帝都のデスピル病の話なんだけど。たとえよその話でも、毎日この村のことだと誤解でもされたら困るんですよ。この村でその話は一切しないでくだされ。この村におかしなことなど何も起こっておらんのですよ。ちょっと話を聞きたいだけなのに。デスピル病が怖いからっていくらなんでもありゃ様子がおかしいぞ。ああ、この村で何かあったのかもしれないな。ごめんなさい。全部私が悪いんです。村の人たちを悪く思わないで。きっとあの子何か知ってるんだ。ちょっと話を聞いてみるか。サーシャさん、教えてよ。この村で一体何が起こったの？ごめんなさい。村の悪い噂は困るんです。ってことはつまり悪い噂が立つようなことが起こったってこったな。それもデスピル病に関係のあることで。やっぱりそうなのか。ねえサーシャさん、俺たちある女の子を助ける手がかりが欲しいんだ。誰にも喋らないから教えてください。仕方ねえ、他を当たろう。ある夜、お風呂に入っていた私の中に流れ星のような光が飛び込んだの。それ以来、私は人の視線が恥ずかしくて誰にも会えなくなってしまったんです。その恥じらいの病は村の人たちにも伝染して、みんな外に出られなくなってしまった。デスピル病だ。中には布団の中に引きこもり飢え死にしそうになる人まで出たんです。サーシャさん、教えてくれてありがとう。いいの、村の都合だけ考えて、あの恐ろしいデスピル病を隠すことこそ恥ずかしいと思うから。で、そのデスピル病はどうやって治したんだ？旅のバレイヤ教の騎士様が私のスピリアから不思議な光る石を取り出してくれたんです。それだけで村中の人がみんな治っちゃったの。結晶騎士がスピルーンを回収した？そいつはどこに行ったの？今騎士様にはせめてものお礼に村の温泉に入ってもらってます。結晶騎士が村の温泉にだと？琥珀たちが危ない。Well, things are suddenly turning. Dude is barging. Meridus! 大変だ! おい! ここは女風呂! はわー! 気持ちいいね、琥珀! うん。あったかい。ちょっと! 湯船にタオルをつけるんじゃないよ!あう、すみません。ああ、あんたは、その声はもしかしてこの前の？うわわわわ、大変だ。あ、じゃないよ、天才だ。うっそ、何こいつ、バカじゃないの？マジありえない。結晶騎士、琥珀のスピルーンを返せ。はあ、女湯を覗
覗き見した獣者が逆切れた。いい度胸だね。それはごめんなさい。姉さんこそいい度胸してんな。今回はジョーちゃんを人質に取らせたりしねえぜ。ちょっとおっさん、声がでかい。隊長に聞こえちゃうでしょ。なるほど。誇りある決勝騎士が民間の総末会ごときに人質を取った上負けたというのか、ペリドット。決勝騎士の始め、帝都に戻ったら相応の罰を覚悟しろ。まあ、了解です、隊長。隊長、村を救った騎士はお前だったのか。いつぞやの少年か。琥珀のスピルーン、返せ。すまないが、そういうわけにはいかない。このスピルーンとデスピリビオ、そして聖夜の謎の流星事件の因果関係を確かめねばならないのだな。でも、それは琥珀のなんだ。お前たちも気づいているはずだ。このスピルーンはあの魔物ゼロモを活発化させていると。それともその少女さえ回復すれば世界デスピル病がどうなっても構わないというのか。それは。隊長、隊長、どうせならこの娘ごと連行しちゃえばいいんじゃないですか。てめえら結局人質頼りだ。このスピルーンだけで十分だ。部下が卑怯な真似をした割に少女は見逃してやろう。そんなもったいない。見逃してやろうだと。何様だ。そうはさせん。No。 お兄ちゃん、教室のから緊急招集がかかったというのは随分長湯だな、バイロクス。申し訳ありません、隊長。ですが、軍への恣意目的の作戦に参加するなど気乗りがしません。バカ者、下された命令には従うのが騎士の務めだ。これより我が隊は急ぎ帝都エストレーガに帰還する。はっ。へい。ああ、もう 2,3 日温泉でのんびりしたかったな。待て少年、不満ならいつでも切りかかってくる。だが、そんな未熟なスピリアで振るう相馬になど棒切れほどの力もないと知れ。たとえそうだとしても行かせるもんか。待て、シング。今決勝騎士3人相手にジョーちゃんを守りきれるのか。ここでおめえが切りかかればジョーちゃんに手出ししないといった言葉もどうなるか分かんねえぞ。せめて翡翠が目を覚ますまでこらえろ。少年、貴様が相馬を持つ限りいずれ会うこともあるだろう。よし、心配ねえ。しばらくすれば目覚まさろう。そう、よかった。何がいいもんか。村の恩人の騎士様に切りかかるなんてとんでもない乱暴者たちだ。この青年が目を覚ましたらすぐに村を出て行ってくだされ。サーシャが余計な話をしたようだが、くれぐれも村の悪い噂をよそに流さんでくだされよ。なんだい、急に態度変えちゃって嫌な感じ。村長は貧しいこの村を温泉で豊かにしようとずっと頑張ってきた人なの。誰よりも村を愛してるからあんなきつい言い方を。
分かってる。俺たちも村に迷惑をかけるつもりはないよ。この村、冷たい水ない。ええ、村の裏手に冷たい清水の湧く泉があるわ。温泉と並ぶ村の名物なのよ。お兄ちゃん、頭冷たい方がいいと思う。そうだね、泉のすぐカッとなるのぼせ頭を冷やすためにも泉に水を汲みに行こうよ。Now what? Oh yeah, these cats are probably gone. No, I lied. Dang it. Sorry.
Ooh, I broke the system. Now she's in the men's area. Oops, caught me red-handed.反応して光る精霊、フルエーレ。まだ絶滅していなかったのか。村の名物ってフルエーレのことだったのか。スピリアに反応する精霊。綺麗だね、琥珀。何が。ごめん、琥珀は分かんなくても仕方ないよ。仕方なくなんか。カルセドニーからスピルーンを取り返していれば、琥珀もこの精霊たちを綺麗だと感じられたかもしれないのに。琥珀、俺きっと君のスピルーンを取り戻してみせるよ。そして琥珀の笑顔を必ず取り戻す。そんなの当たり前だろうが。翡翠、もう大丈夫なの。俺のことなんかどうでもいいんだよ。それより今はやらなきゃなんねえことがあるだろうが。うん、カルセドニーたちを追いかけよう。帝都で他の結晶騎士と合流されるとまずい。奴らが帝都に着く前に捕まえるんだ。でもあいつら急いで戻るって言ってたよ。追いつけるかな。あら、みんな帝都エストレーガに行くの。じゃあこの手紙をエストレーガのベンリア・ガネットに届けてもらえないかしら。出たな、悪徳商人。そんな、私が本当の悪徳商人なら契約を無視して逃げた相馬少女なんかとっくの昔に墓の下よ。
ぞ。イネさん、悪いが今は手紙を届けてる暇なんてねえんだ。そう？急用の手紙だから秘密の近道を使って届けてもらおうと思ったんだけど。秘密の近道？ええ、通常の山を迂回する街道より数倍速いルートがこの先にあるの。分かったよ、イネさん。手紙を届けるから近道を教えて。この村の東にある石の時代の遺跡、アンデール坑道。そこを通れば山の反対側に出られるのよ。もちろん無事に通り抜けられればだけど。いやー、やっぱ危ない道なんだ。そりゃもちろん相馬の代金程度にはね。でもカルセドニーたちに追いつくにはその道を使うしかない。行こう。そうか、ちょいと無茶しすぎるくらいで普通に気のいい男って感じだがな。なんなら本人に聞いてみろよ。おい、シング、ベリルが聞きたいことがあるってよ。直接本人に。俺に聞きたいこと？何何？シングって本当はどんなやつなのかなって。はあ、俺がどういうやつ？そんなの自分じゃ分かんないからさ。翡翠に聞いてみてよ。ねえねえ翡翠、シングってどういうやつ？どうって見たまんまだぜ。考え方はガキ、行動はアホ、絶対信用したくねえ大バカ野郎ってとこだな。ボロクソにも程があるね。でも大体同意だけどさ。Oh, man. まあそれでもどこぞのヘタレ絵描きよりかは当てにできるかもしれねえがな。ヘタレ絵描き？むっかー、芸術家を侮辱したな。直ちに撤回を要求する。おいおい、別にヘタレ絵描きがおめえのことだなんて言ってないだろ。そういうのが余計腹立つんだよ。That was not a direct translation. Thanks a lot, Namco. I will never know what she said. Wait for me, Kohaku. The stolen spiroon will be returned. Yes. Shing, I'll ask you to apologize in front of such a pompous sentence. That's right, you cowardly fool!俺ですら琥珀が10歳の時に一緒のお風呂は拒否られてんのによ。いや、見てないです。ほんの一瞬しか、ぼんやりとしか。ほんの一瞬ぼんやりとでも見たんじゃないか。そんなことないって。あんなの見て、あいつの記憶消してやる。待ちやがれ。見ただの見られただのどうでもいいじゃねえか。う
Hello. Okay, we're gonna save it real quick. I'm gonna reload my data, see what happens if we make Kohaku talk instead. I think I'm gonna have to... Oh, actually, it's pretty close. I just need to go straight up there. Not gonna be good. Shingu ってどういうやつ? Shingu は私を信じてくれる人。Oh, hey. だ、あの考えなさすぎの行動は別の意味で怖いけどね。私、ベリルも怖くないよ。ベリルも仲間だから。芸術家は孤独を恐れないから別に仲間なんていらないんだけどさ。でもまあありがとう琥珀。はい。Guess we can just go with that.I gotta buy equips again though. That won't be long. Side quest? Huh. Oh, he was peeping at the girls section. Wow, what a trooper.